森田秋夫は、日本の技術者、実業家、一回は肖像くらい。イブ課イと共に、電気機器メーカーソニー創業者の一人であり、製品開発に独創性とスピードを求め、他社に先駆けた革新的製品を作り出すことで、ソニーブランドの人気を高め、企業イメージを確立した。愛知県名古屋市白壁に、森田旧在門、お子の長男として生まれる。成果は、 代々続いた、作り酒屋で、父、旧左衛門は、森田屋第十四代当主。母、おさは、元大垣協立銀行頭取、戸田栄之助の娘であり、元仙台市長、早川智弘の名、会社再建の神様と言われた早川主さんのいとこに、あたる。また、四季島製パンス創業家とは、親戚、三星堂創業家、亀池とも、隕石関係にある。 愛知県第一市範学校付属小学校、旧制愛知県第一中学校、第八高等学校、大阪帝国大学理学部物理学科卒。太平洋戦争中、海軍技術中意時代に、化合爆弾開発研究会で、イブカ大と知り合う。終戦後、1946年に、イブカ大らとソニーの前身である、東京通信工業株式会社を設立し、 常務取締役に就任。イブカ大と共に、ソニーを世界企業に育て上げ、イブカの技術的発想を実現すると共に、ソニーの発展を第一として、活動、技術者出身ながら営業の第一線にあり、トランジスタラジオ、ウォークマン等を世界に売り込んだ。当時のソニーが、技術開発の資金を調達することは、大変であったと思われる。しかし、森田はそれをやり抜き、 トリニトロンの商品化を実現した。詩人としては、社交性に富み、非常に親しみやすいと言われる反面、十数代続く作り酒屋の後取りとして、厳格な一家の課長であったと言われている。ただし、非則に、自己の思考を押し付けたり、特定の学校への進学等を指図することは、なかったという。ソニー創業期の社員の給与は、森田の実家の酒屋から出ていたという逸話がある。 また、常並市南部の森田一族及び炎庫社もソニーの株を大量に購入して事業を支えた。それほど創業期は資金面において苦しかった模様である。また、銭形平事の原作者である野村古道より出資を受けている。日本は福祉国家ではない。が、持論で大きな政府に否定的な立場であったとされる。百八十九年に 政治家の石原慎太郎と、ノーと言える日本、新日米関係の方策を発表し、ミリオンセラーとなった。同庁では、対米関係の見直しを直言するなど、論客としても知られたが、派手な言動は人により評価が分かれ、共に、日米経済人会議の議長に議された、経団連副会長の沢昌一と交代賞と見る、向きもある。建築家の岡田慎一とは、次男が、 岡田の娘と結婚したため、隕石関係にあった。森田の功績は、経済界、産業界のみならず、ユニークな和製英語にも残る。ロマンスグレーは森田が考案した造語である。森田は、母校愛知県立朝日が丘高等学校バスケット部、オーバーグ会の年会費2000円を晩年まで、毎年きっちりと振り込んでいた。昭和の言語が採用される前は、比較的な地味が薄かった。 アキラの字を先行して持ち命名された数少ない有名人の一人である。改元以降はこの字を含む名前が急増したため、昭和生まれと誤解されることもしばしばあった。1999年のタイム誌による今世紀に重要であった100人に選出されている。早川智博。早川主さん。上司、岩間和夫。戸田英之助おさむしきく子。森田正明。 森田和明、森田久左衛門、森田昭夫、森田秀夫、森田正夫、亀井と四次良子、ありがとうございます。